じゃあ改めて、はい中川義信さんをお迎えして、第2部に入りたいと思います。であの第2部なんですけども、一応まあこうやって3人、そろっと前に並んでるんですが、まあ、座談会的というか、あのちょっと気になることがあったらどんどんこうあの意見を言っていただいたらいいかなっていう実は思ってます。で、まあ、あの皆さんご存知だと思うんですけれども、今度は、市長になられる橋本さんが、大阪市が計画している近代美術館を、まあ、これ白紙と言ったとか言わないとかっていう話もあるんですが、うん、はい、とりあえず一番最初僕が聞いたのは、まあ、ゼロベースで見直すと。そうですね。で、美術館建てるかもしれないし、建てないかもしれないし、ホールにするかもしれないし、はい、コンサートホールにするかもしれないし、っていうことを一番最初に、おっしゃられていて、で、だんだんちょっと最近ちょっとニュアンスが変わってきていて、まあ、いろんなことをおっしゃってるんですけども、で、ただまあ、ここでは、橋本さんがどう言ったとかこう言ったとかって話ではなくて、じゃあまあ、せっかくこういう機会なんで、一度そしたら、僕たちで美術館ができるとするならば、どうなのかと、本当に、いるのかいらないのか、いらないっていう意見がここから出てきても別に構わないじゃないかと実は思ってまして、いうところで、まあ、こういう、まあ、あの上からの提言が提案というかがあったことに対して、まあ、何も言わないものなんだよねっていうところで、急にやることになったということはあまり聞かれません。で実は、まあ近代美術館準備室の学芸員の方もお呼びしようかどうしようかっていうふうに思ったんですがちょっと微妙な時期なんで、それも、控えさせてもらいまして、で、まあ美術館の方多分、お呼びしても多分、何も言えないと思うんで、今回は、お声をかけずに、自分たちでちょっと喋ろうと。でまあ、フェイスブックなんかでご覧になった天野画廊の天野さんとかもいらっしゃってますし、割と、コレクターの方もいらっしゃってますし、大体当事者というか方々が今日集まっていただいたので、何かそれなりの話ができるんじゃないかなっていうふうに期待しております。よろしくお願いします。で、どこから切り口にしましょうか。まあ、今ちょっと作品、せっかくまあインスタレーションを見てみたらになってきたんで、ちょっとまあその辺で僕が一つ、提案させてもらいます と、まあ、ツイッターとかでも大阪市立近代美術館っていう名称が今更どうなんだよ、今更近代美術館建てるのみたいな、割とこう、批判的な意見があったりして、でさっき申したんですけれども、まあ、美術 その、現状みたいなのが、まあ、どんどん変わってきていて、で、まあ、本来の、美術家ミュージアムの、在り方みたいなものっていうのも、まあ、いろんなところで、随分変わってきているっていうのは皆さん多分ご存知だと思います。でそこで、まあ、それでも、近代美術館ってなって、まあ、もともとは多分、佐伯祐三の、大きな、寄贈がベースになっていて、でそれを、まあ、含め、多分、まあ、バブル期に、計画が立ち上がったっていうこともあるとは思うんですが、かなり高額なコレクションもたくさん出演されており、でいわゆるそのコレクションベースの中で、作品を見せている実はもう出来上がってしまっている美術館っていうふうに僕はまあ勝手に解釈しています。で、実際にまあこの間、国立国際美術館で、コレクションでっていう形で主だったものが、まあ、一部主だっていうんですかね、あれが、まあ、飾ってあって、で、まあ、立派なものがそれこそ教科書で見たようなものがこのまま。こうたくさんこう並んでいて、ああ今持ってるなと思って帰ってきたのは事実なんですけれども、そのこと、まあ、それを見せるための一つの美術館を作るということと、まあ、それこそ橋本さんがちょっとこうおっしゃってみたいな、ある一つの、
大阪をどうするかっていうようなところで美術館を作るっていうこととは多分ちょっとこうなんか2つの違うことではないんですが、あるちょっとレイヤーになっているようなことなんじゃないかっていうのを思うんです。その辺ぐらいからちょっと話をスタートできればいいかなと思うんですけども、いきなり中川さんもちょっとなんか振っていいどのように感じていらっしゃる。そうですね、僕が学生だった頃、まあ、80年代、まあ、あのバブル期でしたから構想がたくさんあって、大阪府っていうのもありましたよね、大阪府現代美術館、美術館っていうね、現代、あっちは現代美術館という形で、で片方は大阪市立近代美術館という構想が2つあって、で1つは、大阪府の方は吹田の方に作ろうか、うんうん、で近代美術館はどこに作るかってまだ決まってなかったけど、ね、それがもう本当に長い間どうなるんやろうって思いながら、府は最後何番かな、そのはい、府は最後何番あたり、あ、そうかそうか、作ろうかと、ナンバー球場の後でした、はいはい、でも結局はね、あの僕も知り合いの学芸員がそのね、大阪府の方の学芸員の事務室に入ったりとか、なんでどうなるんやろうって言いながらそのまま亡くなりそうやから東京の方に行かれたりとか、まあね、お別れ会があったりとか、なんかいろいろあったので、まあ、あの美術家がただあの美術作る側がこうあの翻弄されるっていうよりも、周りにいてたあの学芸員仲間が割となんか翻弄されてたのかなっていう、ね、若くて才能あるのに東京に行っちゃうのかとかね、割と僕自身が学生の頃っていうのは、月曜日大阪に回れば大阪の国立近代美術館の学芸員の人がなんかこう肩で風切って大阪のオープニングを練り歩いてたりとかちょっと来いとかって呼ばれて一応お酒飲みに行ったりとか、割と学芸員とあの、まあ、若い作家志望の僕なんかでも割とこう自由にコミュニケーションが取れるっていうか、それにくっついてくる若い学芸員なんかと仲良くなったりとか、ある意味で、美術館で展覧会するだけじゃなくて、美術館の学芸員の人に割となんかこう厳しいこと言われたりとか、美術館の外でもまあこうしてともにね、なんかこう切磋琢磨してきたっていうかっていう感じ。だから美術館がただ展覧会を見せるだけじゃなくて、そうで研究してる研究者の人とこれから何かものを作っていこうっていう、まあね、僕らよりもずっと若手やったんですけど、全然若手じゃなくなって、もうね、もう中堅っていうか、もう、ね、そっちではなくなってしまってるんですけども、だけどまあこれから出てくる若い連中がまずどこでどういうふうに自分の表現とか、あるいは、活動がをこう専門的に見ていってもらえるような、そういう立場の人との出会いっていうのもおそらくないでしょうし、やっぱり教育的な部分でその美術館を肯定するか否定するかということ以前に何かまあ大事なことがあるのかなっていうふうには思うんですけど、まあ、そういうそれがあの学芸員が若いアーティストを教育するかっていうのはまた別問題にしても、やっぱり何かそこでのこう、考え方の、ね、こう付き合わせっていうのはやっぱり大事なのかなっていうふうに感じたりするんですけどね。80年代とか90年代は例えば兵庫近代がアートナウをやっていたり、吉賀、ね、近代がアニアルをやっていたり、若い作家が、目指す、とりあえずそこで、展示するっていうことが一つのこう目標になるような、展覧会っていうか、まあ、美術館の中で、いくつも、企画されていたらしいんですけれども、ここ数年、兵庫近代は兵庫県立になり、はい、建物はすごい大きくなりましたけれども、今そういうアニュアル的なことはやってないんですよね。で、滋賀県は
とりあえず近代を辞めるとですよ、ね、今地元なんですけどね、はい、頑張れと思いながらもう購入予算ゼロって、はい、購入予算ゼロで、近代美術をもう辞めるとですね、うん、言ってたの で、 で、ね、まあそういうなんかまあないだろうと。でじゃあ、それじゃあ、国立国際なのか、まあ、国際国際も、ね、最近、若い作家みたいなのを頑張ってやってますけれども、いわゆる地元ベースというか、うん、で、まあ、関西の作家を一体それではどこが、紹介して、支えていくのかっていった時に、まあ、ないわけですよね。で、そのよく、まあ、ちょっとなんか、まあ、橋本さんの話しないっていうのがそういう話になっちゃうんですけど府と市の、まあ、二重行政の、そうですね、問題としてその美術館を捉えるというふうに言ってるんですが、美術館ないのに二重行政も何もないじゃないかっていうのが僕の思う意見で、東京行けば区レベルの美術館がすごくたくさんあるんですね。世田谷の、はい、ただあれですよね、日本というのは美術館は他の国に比べて多いらしいんですよ。そういう意見がすごくこう分散してるっていうか、小さいものが分散してるっていう、箱だけいっぱいできましたもんね。箱要するにまあ美術のために作ったんじゃなしに、移転もいろいろあって地元のお仕事を生むっていうのもあるやろうし、そうですね。ですから地方にもすごく多いじゃないですか、美術館っていうのはね。で文科省が全県に県立美術館を建てるっていうのをやったんですよ、意識的に。だからまあそれの結果、全ての県に、大阪以外に全ての県にこう平等に美術館があるっていう状態なんですけども、やっぱりそういうのもあるんじゃないですか、橋本さんの考えの中に。その今までのやり方じゃあかんわけでしょ、基本的に、そういう上から作りなさいという感じはあるんだと思います。ですからできないいうのはやっぱりあった方がいいと思いますけどね、基本的には。いろんな意味で、その、まあ、作家作る側もそうですし、まあ、いろんなそういう美術関連の芸術の教育関連なんかも、基本的に大阪、高校ももう今美術の教育自体があんまりないですね。選択制で、それも週本の1時間か2時間ぐらいしかないわけでしょ。それであれはあれですか、専門の高校、美術専門の高校の方に行けということなんでしょうかね。そうですよね。大阪やったら工芸、地域工芸か2つぐらいしかないですね。江南造形か。そうですよね。まあ、今この大学で教えたりするんですけど、高校の時に美術を取ってない子が美術大学に来たりするっていう現象が起き始めるてるんですよね。これどうしたもんかと思うんですけども、まずカッターナイフの、使い方から教えなきゃいけないのかっていうような状況がだんだん起きていて、美術の、研究機関としての大学、美術大学っていうのがだんだんこう崩壊しつつある。で当然、まあそういうことが続けば美術の現場はどんどん枯れていくわけだし、もちろん、そういう現場になってしまったら美術館がいらないよっていうのも理屈としてはあります。あるでしょう。まあ大学も、ね、少子化の問題も抱えてて、結構関西の大学でなくならない美術大学がもうそろそろ出てきそうな雰囲気もなきにしもあらずですもんね。一応少子化のピークは過ぎたらしいですよね。あ、そうそうです。今年の1年総括かもしれない。これ非常勤なんで全然内容はよくわからないけど、どこも厳しい。まず美術館に行く、その、まあ、活性化することは人をやっぱ集客しないといけないっていう部分、それだけで成り立つかな成り立たないかっていうのはまあ別として。それだけでも成り立たないとは思いますけども、はい、やっぱり集客とかそういうのはあるんじゃないですか。そうでしょう。ということは何か面白い人を引きつけるものをやらないといけないみたいな部分、まあ、内容の問題とかその形式の問題とかも、運営の仕方の
その収蔵作品を収蔵するという研究するというのとまたその表側の部分ですよね。そうですね。そういう番組の漫画ですよね。漫画ですかね。やっぱり水木しげる展示だったりとかね、ジブリの背景描く人の展覧会をしたりとか、やはりほとんどは年に美術館で漫画の展覧会っていう感じが初めは持ってましたけども、それも普通になってきましたね。初めは駅の美術館なんか美術画廊みたいなところでそういうのをやってましたけど。でもそういう形、とにかくまあ実績を上げて人を呼んでっていうところは学芸員も多分必死なんだとは思うんですけど、まず美術館に行きますみたいなところじゃないんですか。まあ、あちこちの日曜日に学芸員の人に聞くと、やっぱりその入る、企画とそれから、やりたい企画で、それはこうセットで考えている、つまりこれは稼ぐ、稼ぐ企画でこれは、やりたい企画っていうところでやっぱりセットで考えていて、そこはいろいろ工夫っていうかされてるようなんですが、ただまあ僕もなんかも一方で、金沢の21世紀美術館なんかは、はい、割とこう尖った現代美術みたいな感じずっとやっていても、それなりにというかかなりご集客を呼んでますよね。うん、で、ね、まあ、あそこの、その、まあ、だからといってその美術館入場だけで、ペイはもちろんしてないと思うんですけれども、うん、いわゆるその観光資源として、美術館を捉えていて、非常にこうやっぱり血のりのいい、みんながこう、行くようなところにドーンと、構えて、でそこから非常にこうなんかオープンな形で、美術館を通って、あちこちの観光地に散っていくみたいな、あるその観光システムとしての、美術館のやり方みたいなののところから、まあ、発想された美術館だと思うんですよ。バスでくると回りますよね。そうですね。で、それこそまあ、そういうような発想とかしますけども、うん、つまりその中身が一体そこで何があるのか、例えばその、文字利、すっごい高い文字利何があるんだよとか、すごい高いピカソがあるんだよっていうので、それをこうなんかその点をこう見に行くっていうのではなしに、あるそのそこの一つの、まあ、場みたいなものを、見に行くことで、こう何かをこう経験した、何かいい経験したよねっていうようなことをお土産に持って帰るみたいな、その美術館の構造みたいなものっていうのが、まあ、できないのかっていうことだと思います。それだと別に無理にこう無理やり漫画の展覧会をしなくても、まあ、機能していくわけじゃないですか。まあ、一つの街づくりっていうのはやっぱあると思いますよ。国立国際があるわけでしょ。その横に今予定地としては横ですよね。今前の反対のところですかね。そうですね。そしたらまたその、周りにも何かそういう関連、まあ、例えばギャラリーができる可能性も今はないんですかね。あれグラフぐらいですか。できればね、面白いでしょうね。ただやっぱりロケーションとしては川に挟まれた中之島ですから、なんかそういう大阪ではまあ一応、ね、水の都でいろいろやろうとしてましたよね、今までも。これからどうなるか分かりませんけど、まあそれもあるし、今もなんかクルージングみたいなやってませんか。やってますね。国際でこうどうこうどう言ってみたいな、そういうソフト なんか企画みたいなものも一つ、あって、やはりそこに集積するっていう国際があって、近代美術館という名前になるかどうか分かりませんけども、なってくるとある程度またこう何らかの形でこう動きみたいなものは作れないことはないと思うんですよね。まあ多分その大阪とは規模が全然違うんですけど、ここでこうちょっと曲配らせてもらったこのアーティストのレースに従いどう伝わるかっていう、まあ、古い資料なんですけども、でこの時に、
ロッテダムのテントっていうところのキュレーターの、アルス・ロスマリっていう、キュレーターをお呼びして、で、まあ、オランダではどういうふうに、なっているのかっていう話をしてもらったんですよ。で、10年前なんですけども、全然多分今、僕日本というか大阪はもう全然このレベルに来てないような話なんで、もう一度ちょっとこう掘り出して読んでもいいのかなと思って今日お伺いしたんですが、でロッテルダムの場合は、まあ、道がこうメインの道があって、で一番端っこに、いわゆるボイマンスミュージアムっていう有名な美術館だと思ったんですね。でそこは、もちろん、コレクションを中心として見せるところなんですけれども、コレクション、まあ、古いものから、現代美術まで、で現代美術で言ってももうほとんど、評価の定まっているものですよね。でそういうものが置いてある美術館がまずドンとあると、でずっと来ると、まあ、テントっていうのがあるんですけど、テントは基本的には、テントか、いや、まあ、ちょテントで説明します。でテントの上が、ビッテリビッテルっていう、クンストハレルです。で、まあまあ、ご存じない方のために今クンストハレルっていう、クンストハレルっていうのは、美術館と違って、コレクションを持たないところ、つまり作品を見せるだけのところを、クンストハレルっていう言い方をします。要するにバックアウトを持ってないわけです。でクンストハレルの場合は、今、現場、アートの現場で、活躍していて、評価されている作家を、呼んできて、そこでやらせるというのを展示しています。で、その下に、テントが入っているんですけれども、でテントっていうのは何をするところかっていうと、アーティスト・イニシアティブの組織と連携しながら展覧会を作っていく場所なんです。でヨーロッパではその、ヨーロッパではまあアーティストランって言い方するんですが、アメリカではアーティストイニシアティブって言い方しまして、いわゆるアーティストが自分たちで、場所を作って、でそこで例えばレジデンスをしたり、制作をしたり、発表したりするっていうような組織がたくさんあります。一番最初に、そういうのが出てきたのはアメリカのニューヨークですね。いわゆる、ニューヨークの双方で、が、アートのメッカになったきっかけっていうのは、アーティストたちがそこで集まって自分たちの、場所を作っていったっていうことが一番最初の出来事だったんですけれども、でそれがまあそういう考え方がヨーロッパに、飛び火して、で、アーティストイニシアティブっていうのはかなり、まあ、過激な言い方、さっき のヨーロッパの古い作家たちはペインターが嫌いだよっていうような話をしましたが、いわゆる、オフミュージアムもしくはオフギャラリーっていう考え方っていうのがすごく、彼らの根底の中にあります。要するに美術館嫌い、コマーシャルギャラリー嫌いですね。で、でそれはどういうことかっていうと、つまり評価、作家の評価もしくは作品の評価っていうのはアーティストが自らすべきものだ。つまり、おかみとか、マーケットで、お前の作品がいいからいいんだよっていうようなことは言わしたくねえよっていうふうな、アーティストたちが作った概念ですね。でもちろん、ヨーロッパでは、いわゆるアートシーンのところが、普通のところの美術館、それからギャラリーマーケット、コレクター、うん、アーティストっていう関係はもちろん、しっかりとあるわけなんですけれども、それに対して、つまりアートの自立みたいなことを考えつつ、制作している人がたくさんいると。で、そういうところと共同して、常に、そこでこうアートの現場を作っていく。っていうようなスペースを、もう一つ、クンストハレの下に作ったわけです。で、そこの企画は基本的には、テントがやるんではなくて、テントがいつもそういう、いくつかある、ロッテルダムの、そのアーティストランの、組織と共同しながら、展覧会を作っていくとして、僕も、そこで展覧会をしたんですけども、ということがある。で、そういうことを、
統括しているのが、まあセベカって言いますけれども CBK、センターフォー、ビジュアルアーツというような組織がありまして、そこは、美術館、それから、そういう特設のあるテントだけじゃなしに、例えば、パブリックアートだとか、それから、テレビとかラジオだとか、つまりそういう文化事業というものをすべてこう統括するシステムみたいなものを作っていて、そこが、いわゆるロッテルダムのアートの現場を支えていくというようなシステムになっているんですね。でそれがロッテルダムだけじゃなくてアムステルダムだとか、こう C 単位で全部そういう組織を持っているというのが、オランダのような方 でそれがすごく僕はもうこの当時びっくりして、で、まあ、この時はたまたま、まだというか、大阪府が、アテックスって言って、はい、アーティスティン・レジデンスを始めた頃 でうちも、アーティスティン・レジデンスをやっていたので、一緒にとか何かできないか、共同でできないかということで、やった飼育場なんですけれども、例えばそのアーティスティン・レジデンスっていう、まあ今多分皆さんご存知だと思うんですけれども、そういうシステム自体もいわゆるアーティスト・ランアーチイニシアティブっていう概念と非常にこう密接に関わっていて、ヨーロッパでつまりそのアーティストが自分単にこう作品を見せて作品を置いて買ってもらって、展覧会してもらってよかったねっていう話ではなくって、もう少しこう積極的に、自分の存在自体がその社会に対してコミットしていくための一つのシステムとして、作家自体がこう自分で動こうよと、作品を送って、見てもらっていいよねっていうんじゃなくて、その場のに対して自分が責任をコミットしていく、でそういうことを、していきましょうっていうところで出てきた概念なんですよ。で、まあ、さっきちょっとインスタレーションの話したんですけど、僕はだからそのインスタレーションという概念もアーティストランドアーティストイニシアティブ の概念とか、今のアーティストレジデンスっていう概念と実はこうセットで上がってきたものだっていうふうに僕は思ってまして、でそれがつまりそのバートだとか自分たちが今生きていること、つまりさっきおっしゃってたみたいな、いわゆるそのコンテンポラリーな一つの概念を作っていくことの、まあトータルの一つのというか、まあ様式の中での一つっていうふうに考えていたわけなんですけども、でその時にでそれじゃあそのまあどんどんこれやっちゃったその時に要するに大阪におけるその美術館っていうのは一体どういうそのポジションを持つべきなのかっていう、もしくは我々にとってどういう場所であってほしいのかっていうところが何かこう立ち上がってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね。オープンなスペース、やっぱりちょっと皆さんがどういうふうに何か考え、作家の方もおられるし、ご意見をみたいですね。はい。私は美術館は行きますけど、あ、作家なんですけども、美術館っていうのは美術館と作ってる作家っていうのは。バンドルが始まって感じていて、お客さんとしていつも試験買って見るんですけど、作家としてはあまり関わっていないなっていうのがいつも分かります。断絶を感じていますので、それはどういうところで確かに今の紹介してもらって、知ったり情報を得たりできるんですけど、やっぱり美術館のものではその地元の作家をもうちょっと、絡まってほしいとか、なんか自分とは預かり知らない勝手なところでやられてるっていう感じ。そう
ですね。だから、私立美術近代美術館が、できようができないなっていうのは、関係がない。でもそれは美術館がないからじゃないですか。はい、この間、兵庫県立美術館に出て江野中さんの、はい、僕の展覧会されてましたよね。はい、で僕らからすると江野中さんの神戸の作家で、はい、うん、いいことだと思います。はい、だそういうふうに近代美術館がそういうポジションでやるというふうにしてくれるならしてあった方がいいと思いますし、橋本さんがそのどういうふうに調査するのかなっていうふうに思います。美術館がいるのかいらないのか、誰に聞くのか、市民に例えばアンケートとか美術関係者の人と話し合うと作ったりするのかとか、それは結構重要だと思いますね。そう、もし私たちと例えば話し合いを持ってくれるとか、そういうふうにちゃんと調査をしてくれるんだったら、今回の作り作らないという話はかなり意義があるけど、例えばそのテントみたいなことを私立近代美術館がやってくれるなら私はあってほしいと思うし、今まで その美術館だったのは結構限界というか断絶を感じます。はい、できたらお名前と立場を教えていただいてください。神戸でデザイナーをやってます、藤井と申します。僕も美術館よく行くんですけれども、やっぱりあちこち行ってて感じるのが、その最近特にそうだと思うんですけど、美術にというか展示してあるものに対して人が来るから飾る。例えばアートでも何でもそうだと思うんですけど、自分が何かを作り出す時のモチベーションっていうのはやっぱりその向かうところというか、そのここに並べてあるもの以外のものを見ながら作っているとか、例えばその行き着く先に何があるとかっていうのも多分作家の中であると思うんですね。例えば今あるものっていうのは、さっきの漫画の展示会もそうですけど、目に見えて商品がここにあって、ここにあるものの価値観だけで例えば売り買いされたりとか、あと作家もいないのに例えばそのものだけを持って行ってそこに飾って、その見えてるものだけの価値を例えば提供しているような美術館が結構最近多いと思うんですね。やっぱりその国民というのはおかしいですけど、その例えば大阪のね美術館を作るときに市民とか大阪市民とか大阪府民がいいって言うからいいとか、あかんって言うから作らないとかじゃなしに、やっぱりその美術館が発信するそのアートとか文化っていう面をもうちょっと見てもらって、そういう視点で例えばみんなが価値があるって言うから価値があるもの、みんなが価値がないって言うからこれは価値がないっていう見方じゃなしに、やっぱりそういうアートとか、まあ、デザインもそうなんですけど、育てていく発信の拠点になるならば、そのやっぱり必要であるんじゃないかな。ただその商売、商業、そういう作品を、ね、持ってきてお金儲けだけにするようなその行政のやり方に作家が振り回されているようなものであれば、特にそこまで価値があるものとは思わない。さっき の, 中前さんの作品の紹介の時の話に戻るんですけどね、
自分のことをどう、ね、こう対外的にどう言いますかっていう話が ありましたよね。で、まあ、美術館で言いますとかっていう話がね。でやっぱりこう大阪っていう土地柄、特に、まあ、僕も大阪で育ってますから、その美術をするっていうことの、まあ、道楽的な部分ですかね。もう まずあのお金に直結しないと。で、それをして、まあ、まずどうなるんかっていうことが、やっぱり大阪の人の大多数のおそらく何て言うんですかね、あの常識としてなんかこう培われてきてるというか、まあ、それが伝統的にそうあってるのかなっていうようなところがなきにしも僕は思ってます。だからちょっと近所のおっちゃんにはなんか言いづらいと、自分が美大に行ってることも何だか黙ってようかなみたいな、何してんねんって言われたらちょっと困ってしまうので、絵をやってるって、どんなんやって抽象ゼミやって言ったらピカソみたいなっていう、ね、そういうお決まりな会話が、まあ、あのずっとまあ続いてきてて、それは多分今でもそうだろうっていう感じはあるんですけども、ただでもやっぱり変えていかもうおそらく今20代30代の人たちっていうのはまた全然違う感性を持ってて、おそらくあの無意味っていうことじゃなくて、まあ、美術館いいものを作ってそこから何か新しい価値観が生まれれば、それはやっぱり新しい大阪の、まあ、文化になるとはすぐにね、そういうことになるとは思わないんですけども、例えば直島のようにあの他府県から人が大阪に道頓堀から美術館までこうずっとね一回りして何か感じ取っていってもらえるような、そういうふうな何かリピーターを生むようなね、なんかそういう場所になればなっていう、そういうエネルギーとか可能性っていうのはやっぱりあるような気はしますし、今日もこっち歩いてくる、あの淀屋橋のところをずっとちょっと画廊を寄ってからこっちに来たんですけども、華々しく何か今日から市役所の前のところでえらく店がいっぱい出てて、何があるんかわからなくって、地下鉄に潜ったら今日からなんかルミナリエのなんか偽物みたいな感じのものをするみたいで、今日なんか点灯式がありますみたいな、光のルネサンス、あ、光のルネサンスですポスターは貼ってあった、そうそう、なんかルネサンスとか入ってましたね。ルネサンスって入ってる以上ね、やっぱりね、何か変えたいんですよ人間ごっこみたいなねちょっとなんか笑いながら来てたんですけどね、そういう気はしますね。やっぱり大阪のその独自の文化みたいなのはこれから発信していきたいとか、これいつもこういう話になるんじゃないですか、うん、なんかあると、そうです、ね、じゃあアートをネタにしてその文化発信みたいなことを街づくりしようよみたいなことも今までもいろいろあったと思うんですけども、まあ、なんか本気でやってほしいですよね、うん、実現させてほしい。そう、今までそういう話がなかったかというと何回もそういうのはあったと思うんですよね。弱小 NPO なんですけど、大阪で一番弱小な NPO だと思ってるんですけど、まあ、文化的イベントがあると必ずとりあえず何か何かは声かかってくるんですよね。とりあえずあのヒアリングでも何でもなんですけども、で結果的にはまあ大したことも、まあ、うちができないっていうのもあるんですが、なんとなくうやむ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 ってなってしまっていて、でもっと言うと、実はまあ近代美術館の提言書っていうのがちょっと今日朝あのウェブに載ってるのを読んでたんですけど、やっぱりその中でも、まあ、ちょっと今喋ってたようなことは書いてあるんですよ、うん、で NPO 活用みたいなことも書いてあって、必ず NPO 活用で最近でも必ず出てくるんですよね。で今度あの江の小島に、新しくっていうか、原理センター移転して、まあ、名前変わってゲームセンター的なものがもうちょっとアートセンターとして出てくるんですけれども、そこでも、NPO 活用というものを言われていて、大阪の府立のゲームセンターがまた移転するんですか、はい、
でも5年契約ですよね。そうですね。だから今回そういう原理センターと美術館はまだもう一緒にしようっていうようなことも出てくるかもしれないですからね。ありますね。あるかもしれないですね。封筒 C ですから。そうですね。で、まあ予算が要するに予算を減らしたいわけでしょ、うん、基本的には。まず。この何億の部分をもっと減らしたいと。で他のところに使いたいなら使うっていうような話がまずあるわけですよね。で、まあ、続きなんですけど、で、近鉄がまた、美術館を作る計画があるんですが、ABC 屋ではありましたよね。はい、それ、まあ、それがなくなって、随分近鉄沿線の人たちは、怒ってはいないんですけど、なんかもうちょっとなんか欲しいよねっていう意見があるらしくて、で、割と本格的に、美術館を作る。そこでもやっぱり NPO 活用っていうのが出てるんですよ。でそんだけ大阪になんかアート NPO ってそんなにたくさんあるのかっていうような気がするんですが、で多分その今一つのブームとしてはそのアートを、まあ、一つのこうなんか、町おこしになり、うん、その社会の中でのこう、まあ、癒しの部分なのかどうか分かんないですけども、アートをその活用してこう何かをやるためにその非常にこう意識的に社会性みたいなものを持たせようっていうようなことっていうのもあちこちでなんか行われてる、大阪に限らずなんですが、し、その企画するときに必ずそういうようなこうお題目になってしまっているっていう現象があって、で NPO をやっていながらそれもどうなのっていうのは僕はちょっと思ってるんですね。でそのさっきちょっと、お話、されてましたけれども、例えばそのまあなんていうかな、そのアートってその、まあ、アートのそのインキュベーションの場みたいなものが欲しいと。でインキュベーションするっていうことはつまり そこでそこからこういいものも出てくるし、悪いものも出てくるし、何でも出てくるだけじゃないですか。でよく、まあ、僕がその、学生にそのよくそのあ、いわゆるファインアートとデザインの違いは何なのっていうのを聞かれた時に、割と簡単にそのアートっていうのはこう実験する場で、その実験されたところから出てくる成果みたいなものがデザインとして使われるような形になってんだよみたいなことを言うことがあるんですけれども、つまりいわゆるこう実験して出てくるもの、それが使えるか使えないか分かんないんだけれども、ともかくやってみようっていう場が実はいわゆるそのファインアートの現場で、でそこから、まあ、いわゆる社会は、使えそうなものを使っていけばいいわけだし、もともとの美術の構造っていうのはそういうような構造になってると思うんですよ。でそれはやっぱ科学なんかの場合は同じような構造になってるわけじゃないですか、科学でも医学でも。そうですね、ともかくその最初に何に使えるか分かんないけれども、あるそのラボトリーとして開発していく場みたいなのがあって、そこの成果物が社会に降りてくるっていうのがある。でそれは文化的なところでも実は同じような構造を持ってるんだっていうのを思ってて、でそのともかく金にならないから、アートってのいらないんだよっていう話になってしまうと、じゃあそしたら、もっとこう僕らの根底的な例えばデザインの現場だとか、生活にこう密着したようなもの、例えば服を作るファッションでもそうだし、いろんなものがどんどん枯渇していくだけになっていくんじゃないかと思うんですけども、でその中でやっぱりその美術館のあり方っていうのはもっと意識的にこうなんかその辺の戦略みたいなものを、取ってもらわないとダメなんじゃないかなって思いますね。そういうふうに考えるとやっぱり近代美術館っていうようなネーミングとかカテゴリーにこうくくられた箱っていうのはやっぱりちょっとしんどいのかもしれませんね。もう少し新しいなんか形、まあ、内容も含めてですね。ちょっと有機的な、だから近代から未来まで含むようななんかそういうふうな、この前ちょっと名古屋にホロック展見に行って、ホロック展、ちょっと愛知県立美術館ですかね、ホロック展を見て、まあ、もちろんポロックが亡くなってる作家で、もうね、でそう人回りして常設会場へこうずっと足を伸ばして、そこに僕大学の同期の
立ち勝つを映画コントかかってて、年齢見たら同じ年齢で死んでるからあーって、それを見た瞬間に、あ、美術館ってそのやっぱり墓場に近いっていうか、あーって、まあ、あっち彼岸の彼方にあるようなそういう意識があって、やっぱりなんか大阪にできるんやったらそうあっちにあるんじゃなくて、やっぱりなんか生活に根ざしたこっちにある、そういうものであってほしいなって気はしますよね。なんか分からんけども変やって面白いっていう、なんかそういうふうなものであれば、基本的にはこう個人でああでもないこうでもないって言ってたら結局なしになるっていうか、そのまま出通りであれになってしまうんで、やっぱりなんかある程度そういう結集してなんかその提案していくみたいな、そういう建設的な動きみたいなのがやっぱり僕らがまあここで言うんじゃなしに、まあもうちょっとまとめてなんかアイデアを出すなり、その可能性は低いのかどうか分かりませんけど、そういうのってやっぱ必要なんじゃないかなっていう、ね、僕は今滋賀県に住んでるので、今回の選挙はね部外者っていう形で横から傍観してたんですけど、はい、だけどやっぱりこう橋本さんのあの数の原理でいくような選挙の仕方で美術館も同じような天秤にかけられると、いるかいらないかっていうようなみんなにみんなあの市民の人たちに問うような、そういうふうな形で。やっぱり多数決の原理でいくと美術って本当にそういうものなんだろうかっていうのね、ちょっと難しい。だから同じような方法で彼が采配を振るうと、ちょっと なんていうんですかね、大阪の町にとってちょっとしないことになるんだよね。後々ね、おそらく大阪都っていうような構想を彼自身が持ってるみたいですけども、その場合に国際都市として美術館がないっていうのが対外的に国際的な国際レベルの対外的な時に本当にいいのかどうかとかね、そんなことも含めて、うん、まあ、海外からいろんな人たちがやっぱり大阪の方にこう面白いから集まってくるみたいな装置、うん、そういうのはやっぱりなんかその近代ですからなのかどうか分かりませんけど、面白い形になったらそういう一つのなんかきっかけ作りみたいにはならないことはなると思うんですよね。なんかやり方によって、ね、従来の美術館は僕はいらないと思う今までのなんか同じような特徴のない単なる、まあ、ね、近代美術館だってなったらいらないんちゃうかなというようには思ってますけどね、うん、そうですね、そのあり方とか位置づけとか内容みたいなもの、うん、そうですね、やっぱりあれだけのコレクション持ってますからね、うん、この割と保守的でね、美術館はいると思ってるんですよ、うん、でやっぱりそのいわゆるその公共が要するに現場で出てきた作品をコレクションしていくだっていうのは、うん、自分たちがやってきたことを、まあ、歴史化していくことの上において、うん、必要だと思うし、うん、それが、まあ、いわゆる近代的な態度だと思うんですね、うん、でそのポストモダン以降なんかその辺っていうのはこうぐちゃぐちゃになってきてで、うん、いるんですけれども、でまあ、もちろん作家も、それこそインスタレーションなんかどうやってコレクションするのみたいなところでコレクションしづらい、作品もたくさん出てきてはいるんですが、それでもそれをこう、まあ、アーカイブ化するなりなんなり、一つの研究機関としてそういうものを何らかの形でこう残していく作業っていうのはどっかがしないといけないし、それがないとやっぱり現場がどんどん枯渇していくばっかりだと思うんですよ。でそういう意味ではやっぱり近代美術館っていうのは一つ、近代美術館っていう概念っていうのは一つあって、うん、あってそれプラスアルファ、つまり今の生きている自分たちの現場に対してコミットする場所、部署みたいなものがどういうふうにこうなんか活用されていくのか、それをグラデーションでこうなんか、うん、なんかこう
ぱ制度が出来上がっていくみたいなことが必要なんじゃないかなっていうんですけど、でそれがなんかこう美術館というと、まあ、箱物でこれ箱はいるのかいらないのかっていう、こうなんかこう短絡的な議論になってしまう、うん、でその中でこう戦おうとするしてしまうのがすごくなんか危険だなっていう感じがするんですけどね。話とつながるのかな、3年ほど前に、ドイツのドルトムントでちょっと展覧会企画して行ってきた時に、ちょうど、ケルンで、トリエンナーレをやったんですけれども、それはまあ別にちっちゃな美術展なんですけど新しい、町を一つこう作って、でそこに、ギャラリーとかをこうたくさん誘致してたんですよ。でギャラリーもこうたくさん入っていて、そこのギャラリーをこう巡りながら、あちこちギャラリー以外の例えば、建てている最中の、店舗の中に作品があったり、外にも作品があったりしながら、それをこう回っていく、またこう出来上がっている街を見せながら、できつつある街を見せながら美術展をやるみたいなことがあって、でその時に、すごい面白い作品があったのが、街を作ると必ずこうヨーロッパ人は広場作るんですよね。日本でも最近駅前には必ず広場駅前広場作りますから、必ず広場作るんですよね。でそれは彼らがパブリックスペースっていうわけです。でその時たまたま僕らの時にも、レクサスの、を置いて、コンパニオンを何人かいてやってたんですが、でその、パブリックスペースの、横に川沿いのところにこうその川のこう管理するためのちょっと家みたいなのが建っていて、でその管理する家 の前に家だからまあポストがついてるんですけど、そのポストが、2つついてるんですよ、で同じポストなんですけど2つついていて、片方は、全くその家のためのポストなんですが、片方は、作品なんですね。でそれはその欄干に、しかもそのポストはマグネットでこうパチッとつけて、で下をこう見るとその鍵がついていて、その鍵でポスト開けれるんですよ。で開けると、ランプこうなんかリュックの担ぐのが中について、それをこうガーッと引き出すと、それをこう担いで移動できるようなポストなんです。コンセプトはそのバックパッカーのためのポスト。バックパッカー家がないんで、モバイルじゃないですか。はい、モバイルポストです。ポストが必要だろうっていうん でそこにこうマグネットでポーンと貼れるポストが置いてあるんですよ。でそれが作品なんですね、そのトリエンナーレの。でこれ誰か持っていかないのと思うんですけど、それちょっと結構愕然ときて、まあ、その時にそのどんどん、まあ、一緒にやってたマネージャーと、これはどういうことっていうふうな話したら、これはその要するにパブリックって概念を問うてるんだと。で要するにパブリックスペースっていうけども、これレクサスでやってんじゃん、で大抵こうパブリックスペースっていうのは周りにこう商店があって、でそこにこう人が集まるようにやってるわけでしょ。でそれは商売のために設けているところであって、全然パブリックじゃないじゃない。それでも単にアドバタイジングのための場所であって、パブリックに使われていない。で本当のパブリックっていうのはそうやって個人っていうがそんなに使える、誰でもがそこを使えるっていうのがパブリックスペースの概念である、でというような批評をするための作品であるっていうのをがあったわけです。でその時にそのなんかそれをこうその作品を読んできてそこにやらしてしまうキュレーターの懐の深さみたいなもんだとか、その展覧会の懐の深さみたいなものに割と僕がちょっと愕然として、で
それはやっぱりその自分たちが新しい街を作っていて、今そこにパブリックスペースができていて、こう要するにこうやって盛り上がろうぜってやってるわけじゃないですか。だからそこの横にこうなんか水かけるようなコンセプトを持った作品がポロッとあるんですよね。でも彼らにとって多分ね、アートっていうのはそういうものなんですよ。それが多分アートの役割で、で俺たち本当にこれで盛り上がってていいのみたいなところに対して、いつもこうなんか冷ややかな目なりなんなりっていう、その批評的な、場所みたいなものをどっかでこう、確保する場所っていうのは多分アートなんだと思うんですね。あ、そういう意味で、まあ、いわゆる美術館にしても、つまり自分たちの存在に対するその批評性みたいなものっていうのをどっかでこう確保しながらやっていただくと、単にこう要するに人が来たらいいんだ、そこでこう儲かったらいいんだ、いいなんか作品、いわゆるなんか高い作品を飾ったらいいんだっていうような考え方っていうのは、なんかどっかおかしいんじゃないかなっていうふうに思います。いいですか。はい。中村と申します。今年の、3月まで興味です。で、私は6年ほどのミラーなんかも買い出して、作家活動をしてたんですけど、その間はいろいろな美術館も、見て回ったんですけどね。で、その時必ず見るのが、小学校の先生が子供を児童を連れてきて、実際の現物の前でいろいろこう教えてるんですね。やっぱりその本物を見るっていうこと、我々は美術っていう教科書で習ってきた、そういうことで美術ってこんなもんやと思い込んでる部分があって、そういう意味において本物を見せるっていうのは、やっぱりそういうスペースとして、さっきおっしゃったように公共スペースですか、それが必要だと思います。でそれが知らず知らずのうちに文化のレベルをこう豊かにしていくっていうか、そういうシステムになってるんだと思うんですけど、そこにまた先ほどからおっしゃってるように、美術館側のコレクションの仕方の問題もあると思うんですね。でヨーロッパの多くは個人のコレクションを寄付してっていうことが多かったんですね。ピドルとかオドルとか。で、彼らはいいものを全部こう自分のものにしようという、そういう所有力があって、素晴らしい作品がいっぱいあるっていうところが多いんですけど、で、自分だけで持ってたんだけど、これは自分だけで見るものじゃないっていうんで、公的な場所を作る。その美術館の発生が多いなってるわけですね。ですから、そのコレクションを選ぶ基準っていうのが今のなんか日本の美術館の中でその立場っていうのがあって、美術館の館長とか学芸員、そういう人だけじゃなくて、もっと違うレベルの人がいっぱいあって、評価するシステムを作ったらいいんじゃないかと思いますね。でもそれはなぜそう思うかというと、例えばモジリアニの6条項かなんか新聞出てましたよね、コレクション新聞。あれって持ってきても何の意味もないっていうこともあるわけですよ。ですからそういうその、なんていうか、本物を見る機会はもう本当にありがたいことなんですけども、それをなくしてしまうっていうのは、ものすごく大きな損失に思うんですね。ですからその、本物を見せる見せ方とその選び方みたいなことに問題があるんじゃないですか。で、大阪にはこの、なんていうか、企業家が多くて、企業家が個人的に持ってるコレクションって素晴らしいのありますよ。ところがそれはもう、なんか倉庫の、蔵の中にしまってたりとか、そういうことになっちゃってる。これ自分で楽しむんだよ。で、そういうことになっちゃうわけですから、そういう、もろもろの人をいろんな層から、なんていうか、選考委員にしてですね、そういうあり方を考えていくっていうのは、これは必要なことなんじゃないかなと。コレクションの話が出てきたんで、天野さん、いかがですか。売る方の場の立場として。そんなことは全然考えてないんですが、
今日私はあのかなりの危機感を持ってここへ来たんですけれども、今までのお話を伺う限り割と皆さん悠長なんだなというふうに思ってしまいました。で、本当のことを言いますと、橋本は美術館なんて建てたくは絶対ないんですよ。そういうことを皆さん本当にもっと分かっているんかなっていうふうに今日は今の今までがっかりしながら聞いてました。で、大阪市が考えている近代美術館というのは日本全国の都道府県にある近代美術館が、主にですね、その年の市政100周年というのを記念してどんどん建てていったんですよね。大阪の場合はそれに乗り遅れちゃったわけです。で、当然のことながらコレクションも、お目当てのものははっきり言って、ありません。佐伯雄三があのまとまって入ってるぐらいです。からモジリアンに関しては先ほどおっしゃられた方の通りです。ですからモジリアンの作品が50点も100点もあるわけではありません。ただね、よく考えてほしいんです。基本的に現代美術館でない近代美術館というのはですね、後発組が充実したコレクションを持てるはずはないんですよ。もう全部入っちゃってるわけですよ。でも美術館がなぜ必要かと言いますと、例えばですよ、私たちが どこにしたらいいかな、例えばボストン美術館行ったことのない人でも多分名前知ってると思うんですよ。なんで知ってるかというと、そこに北斎の版画がいっぱいあるからなんですよ。で、なぜそこに集まったか、そこに避難してくれてたおかげで散らばらずに済んでるんですよね。で、僕らが日本人だから日本のことだけ考えておけばいいっていうのは問題じゃないんですよ。美術館っていうのは日本のものがボストンに今あるわけですよ、ね、で、ちゃんと世界的にうちはこういうものを持ってるんですよっていうようなことでもって世界中の美術愛好家にきちんとサービスを届けてるわけですよ、ね、そういう役割をね、皆さんもっと考えていただきたいというふうに思います。それと、美術館と、美術館がその地元のですね、アーティストたちとどういう新しいことをやっていくか、それは一つの問題ではありますけれども、今大阪市が持とうとしている近代美術館の構想とは基本的に違います。ただそういう近代美術館のようなそのしっかりしたコレクションを持って美術館として呼べるしっかりしたものを持たないことには次へ進めないんですよ。そういうものが基礎になって、じゃあもっと新しいことをやろう、一つの拠点になるわけですよね。拠点を作らずして新しいことをやろう新しいことをやろうって言っても、それはただの絵に描いた餅だというふうに僕は思います。それと現実の問題として分かってほしいことが一つあります。これ最後にしますけれども、120億に縮めたんですよね、平松さんが。で、それを先日橋本は、しょぼい美術館を建てるぐらいならやらない方がいいって言ったんですね。じゃあ120億がしょぼい美術館ですか。で、皆さんよくご存知の金沢21世紀美術館は113億でできました。しょぼいことは全然ありません。それをしょぼいと言うんでしたら金沢の人たちにものすごい失礼な話ですよ。だからそういう事実をですね、やっぱり僕はきちんと押さえた上で話をしてほしいなっていうふうに思います。で、我々の方もですね、そういう事実は
ネットで調べればすぐ出てくる数字なんですよ。で簡単にですね、しょぼいっていうふうなことで、うん、しょぼいねというふうな、そういう宣伝に乗らないでほしいと思うんですね。以上です。はい。どうですか。いや、反応は全くないんですけどね。確かにそのコレクションをする時の戦略のなさっていうのが、大阪近代の問題だけじゃなしに、割と日本の美術館全体的にありますよね。だからその例えばそのあっちこっちの美術館、例えばピカソを持ってるんですけども、1点か2点かここを取って、あピカソあるよねって言って帰ってくる。でそれが例えばなんかどっかの美術館にザーッと集められて、でそこに行ったらこうピカソが例えば何十点も見れるよっていうことになれば、多分その随分とその見え方みたいなのが変わってくると思うんですけど、とりあえずこうどこの美術館も同じようなこう、教科書的な美術解釈にのっとってコレクションをこうラインナップしてる。そういう時代はもうそろそろ終わりつつあるのかなっていう気はするんですけど、ね、それとねちょっと言い忘れましたけど、佐伯雄三っていう人は確かに有名な人でした。でところがですね、ヨーロッパの文脈、絵画史の文脈から見れば佐伯雄三よりはブラマンクなんですよ。じゃあブラマンクに負けてるから佐伯雄三はダメなんかというふうな結論になるんですけれども、僕はそうじゃないと思います。もしですね、佐伯雄三をみんなの前で見せることができたら、なぜ佐伯雄三がこういう画業を達成できたのかということがみんなの目の前に触れるわけですよね。でそっからじゃあ当時佐伯雄三よりも無名だったけれども、こんな人がいたよっていうふうな研究がそっから僕は始まると思うんですよ。で美術館が本腰になってコレクションをする対象というのがそっから増えていくと思うんですよ。それが僕は美術館の仕事だと思うんですよ。でそういうことで文化のレベルが僕は上がっていくと思うんです。だから確かにモジリアーニしかありません、ピカソしかありません、それではまずいと思います。だからこそ美術館はそれぞれ郷土の作家っていう枠を設けてるわけですよ。でそこから地道に発掘をしようという学芸員の方もいらっしゃるわけですよ。そういうことをですね、やっぱり僕たちは十分認めてあげないとダメだというふうに私は思います。その上でですね、その上で現代美術の作家がどういうふうに美術館と絡んでいくのかというふうな問題がまた出てくると思うんですよ。あくまでも僕は基礎的な美術館のあり方っていう、そこをね充実させるべきだというふうに思ってるんですよ。だから現代美術の作家がどうのこうのどうでもいいっていうわけではありません。むしろ逆です。そういうふうに僕はなんかその論を立てていきたいな、いただきたいなというふうに思いますね。僕の仕事なんかはただの画廊主ですから、こんなことを言ったってはっきり言って一線のとこにもなりませんなりませんけれども、巡り巡って私のところに来てくださる人が増えるんではないかというかすかな期待があるから言ってるわけですよね。
先ほどそれは僕も言ったみたいに、いわゆるコレクションっていうのは基本的に美術館の概念の柱なんですけど、はい、それが、なければ美術館じゃないですとか、はい、だから基本的にはやっぱコレクションのあり方みたいなものが中心となって、うん、そこからその現代の現場みたいなものにつながっていくっていうような形でないと、単に現場のことだけをやっていても必要ないと。ある意味現実センターの手からくがありますから、今持ってるコレクションも例えばなしにしたら売っちゃうっていう話なんでしょって言いますね。あれはなんだな、ガレッジ流の言い方だというふうに僕は思いますよ。で実際そういうふうになるかもしれませんね、はい。ただ美術品の場合にはきちんと文科省に届け出しているはずですから、なんかそこらには備品を動かすような感じではですね、売ったりはできないと思います。できないと思いますが、まあ法律の裏をつくのがうまい仕事ですので、多分どっかでなんか上手にやるんじゃないでしょうかね。まあ、僕は立たなければ売るんであれば、なぜその前に負のコレクションを売らなかったのかっていうふうに実は思ってるんですけども。ああ、負のコレクションはかなり今現在ありますよ。だからそれを売らなかったのはなぜだ、父の時代にっていうふうに、はい、私は思うんですけども、はい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 、単に、はいはい、いや、負のコレクションを例えば死にね一体化してしまうとか、あるいは彼は逆のことも考えていると思いますね。ふと死にまたがってるわけですから、どっちか一つにしてしまえば処理しやすいわけですよね。彼流に言えばですよ。まあ水道局の面ですよね。そうですね、はい。それと現代美術センターのことに関してましては、現代美術センターっていうのは、今年度で一応終わります。ですから、来年の2月でもって一応業務は終了します。で4月の1日からはおっしゃっておられたように江の小島っていうところに移ります。文化芸術創造センターっていう名前になります。でこれの愛称を今大阪府が募集しています。でそれは広く府民に対して募集しているんじゃなくて、現代美術センターのその今言ったその文化芸術創造センターですね、そこを、そこの運営を請け負う、指定管理者が提案することになっています。でなぜかというと指定管理者向けのその応募要項にそういうのが書いてあるわけですよ。それと、従来指定管理者制度というのは現代美術センターも取り入れてたんですけれども、それは非常に変則的な形で、取り入れておりました。現代美術センターの運営のうち貸し館事業だけに関して、指定管理者にあてがってました。で今度は企画面も含めて全面的にというのは、本屋さんのようなものもできるんですね。それからちょっとしたその喫茶コーナーもできるんですね。でそういうふうなことも全部含めて、指定管理者制度を適用しますというふうに募集要項には書いてあります。だから従来のやり方とはまあ違う。でしかも契約が1年じゃなくて5年に及びますと。つまり5年ぐらいないとまあ仕事らしい仕事はできないでしょうと、こういう意味なんですけれども、そこまで指定管理者制度をこう重要に考えているかと思えばですね、募集要項の一つにこういうことが書いてあるんです。指定管理者制度が行う展覧会はさておき、大阪府が、行う展覧会というのはそれは無条件に受けて、くれないと困りますよというふうな意向が書いてあるんですよね。これもちょっと私はおかしいと思います、はっきり言って、ね。全部指定管理者に任せるんでしたら大阪府が口出しすることはないというふうに基本的に思います。ですから何が一番問題かというと、
全然その 100% 指定管理者制度を有効に活用したことのない大阪府が今初めてそれをやろうとしてるんですよね。で、つまりはっきり言って素人考えでしかないわけです。だからその自分たちが素人考えでもって指定管理者制度を運用するんですよっていうふうな自覚がないもんですから、そういうちぐはぐなことが出てくるんですよ。でそういうふうなことを本来ならばですね、全面的に指定管理者制度を取り入れる前に外部に対してですねモニタリングを委託しないとダメなんですよ。そういう手順は全然踏んでないんです。ですからおそらくその指定管理者制度を運用する側、府のことなんですが、府も全然分かってませんので、指定管理者として応募する人が府に、聞いたところでまともな答えは出てこないと思います。ということは指定管理者制度は初めから僕は座礁に乗り上げるというふうに思っています。で最後の最後どうするか、どうも どっかの大手の企業のその文化的なその事業を展開しているところにどうも預けるらしいんですが、ちょっと今名前は出せません。出すと迷惑かかる。一応これユーストリームで、はい、ユーストリームでネット上に流してますんで、あまりややこしい話。あ、ややこしい話だから。これ以上はします。はい。はい、そのこと自体おかしいと思うんですけど。はい。まあ文化行政のあり方っていう根本的なところにどんどん入っていくという。まあ、しょうがないというか、まあ、分かってたことではあるんですけども、ね、そろそろなんかもうちょっと1時間2時間半で結構もう限界な感じになってきたかと思うんで、まあ、まとまるわけもないと思っておりましたのと、うん、司会者が下手くそだったんでなかなかちょっと用まとめなかったということも合わせまして、お詫びしたいと思います。この辺で一旦ちょっとお開きにさせていただきたいと思います。二人ありがとうございました。ちょっとまあここ片付けて復元してから、まあ、いつものように足し音ですけど、ちょっとお酒とかも入れてもらって、話をまた個人的にされたり、したらいいかなというふうに思っています。でよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。